はい、それでは定刻になりましたので、ただいまから原子力規制庁の定例会見を始めたいと思います。まずはじめに、米谷総務課長の方から報告事項がございます。はい、今日はこちらから3点の報告があります。1点目、原子力規制委員会について来週の火曜日1月13日16時半から臨時の第49回原子力規制委員会を開催いたします。すでにお知らせいたしましておる通り、安全文化情勢をはじめとした安全性向上に関する取り組みについてということで、関西電力の八木社長をお迎えして意見交換を行うことを予定しております。それから来週の水曜日1月14日10時半から第50回の原子力規制委員会を開催します。議題は追って連絡をいたします。2点目、検討チームの会合会見などについてでございますが、本日1月9日1時半から原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合第180回を行っています。この会合では東北電力女川発電所を対象といたしまして、石渡委員が出席をして、おるところでございます。基準地震動評価のうち海洋プレート内地震の評価について、事業者から説明を受けることを受けているところでございます。今朝は日本原燃の再処理施設モックス燃料加工施設を対象といたしまして、同じくプレート内地震の評価について、議論しておったところでございますが、午後も東北電力の女川発電所を対象といたしまして、プレート内地震の評価について事業者から説明を受け議論をしておるところでございます。本日14時から核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合を第39回を行っています。先週すでにお伝えしましているとお伝えしております通り、日本原燃の再処理施設モックス燃料加工施設を対象といたしまして、事業者から説明を受けて議論を行っておるところでございます。田中悟委員が出席をしております。来週1月13日火曜日は10時から原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合第181回を開催いたします。中部電力浜岡発電所、東北電力女川発電所を対象といたしまして、事業者から説明を受けることになっております。府警隊員が出席の予定でございます。中身につきましては重大事故等対策の有効性評価についてということでございまして、10月21日に一度議論をしておりますが、その続きの議論を行うという予定でございます。1月13日火曜日14時半から定例の規制庁ブリーフィングを行います。1月14日水曜日は14時半から田中委員長の定例の記者会見を行う予定です。1月15日木曜日は10時から原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合第182回を開催いたします。まだ事業者どこをお呼びするかは未定でございます。府警隊員が出席の予定でございます。1月16日金曜日は14時半から定例の規制庁ブリーフィングを行います。3点目、委員の視察について、来週木曜日16日金曜日、田中委員長が島根原子力規制事務所及び中国電力株式会社島根原子力発電所等の視察を行います。本件については皆様にすでに昨日にお知らせをしておりますが、取材を希望の方は来週水曜日14日13時までに中国電力宛にお申し込みください。最後に来週の要人面会については特に予定はありません。以上でございます。
はい、それでは皆様からの質問をお受けしたいと思います。いつもの通り所属と名前をおっしゃってから質問の方よろしくお願いいたします。それでは質問のある方手を挙げてください。しずさんどうぞ。毎日の首藤です。今朝平井知事が面談に来た時の話ですが、島根3号の視察について改めてその文書で回答を求めるという旨の、要請をしたというふうに伺っているんですが、まずこれについて教えてください。はい、私が承知しておりますのは、先日府警隊員が視察したことについて、視察した理由をこれまでも聞いてきておられたわけでありまして、口頭では広報室長の方から鳥取県の方にご説明をいたしておったところでございますが、その旨を文書で欲しいということで、をおっしゃったというふうに承知をしております。文書で回答するんですか？文書で出す予定にしております。先日ブリーフィングで伺ったときは口頭で説明して理解をいただいていたというふうに奥山さんの方からご説明をいただいたと思うんですが、必ずしも鳥取県側はそう取ってなかったということですか？はい、広報室長の奥山です。私はその時に申し上げたのは受け止めていただいているというふうに申し上げたつもりです。理解とまでは言っておりません。だから規制庁としては、だからその鳥取県側からこう問い合わせがあったので、それに対して口頭で答えて、それでいいだろうと思ってたということで、鳥取県側は必ずしもそうじゃなかったという、だから文書で答えてくれよっていうことだったと、そういうことですね。そうですね。私どもは、中身的にもですね、皆様方にもお話をしておりますが、視察ということで行ったということで、口頭でご説明することによって、十分理解が得られる内容ではないかと思っておりましたが、文書で欲しいということでございますので、これまで口頭でご説明してきたことを文書にして差し上げ、文書で欲しいということであれば出しましょうということでございます。それは来週の田中院長の視察のことについても含めて文書で答えるということですか？そちらの方については聞かれていないというふうに承知をしております。じゃあ確認ですけど、この前の更田さんのことだけ文書で回答するということですね？はい、そうです。はい、他にいらっしゃいますでしょうか？天野さんどうぞ。参議院支部、天野でございます。ちょっと今の関連で田中委員長がその島根原発へ行かれるご視察理由というのは何ですか？すみません、すでに皆様方の方にも明らかにしておりますが、まず島根原子力規制事務所等の視察、そして規制事務所等の意見交換を行うということでございます。また併せて中国電力島根原子力発電所の視察を行うということでございます。いや、つまり理由という目的の部分なんですけど、記憶違いであったら申し訳ないんですが、審査中の原発へ委員長が行かれるのはこれ初めてではないんでしょうか？何をもって、審査中というかというところがありますが、先日は仙台の方に参っておりますが、もう少し正確に言いますと、許可審査がもうすでに仙台原発終わった後で委員長が言っているので、つまり許可が不許可になるとかそういう判断には関わらない部分で言ってらっしゃるので、今回島根原発というのはまだ許可審査の審査中であって、そこで行くというのは別に権限上何も問題ないんでしょうけども、何らかの審査に影響が関わってくるのではないのかという、そういう懸念があるんですけども。いえ、ですから先日府警隊員が参りますときには審査の一環としてというふうにご説明をさせていただいたかと思いますが、今回は純粋に視察でございます。つまり
委員長ご自身はこれまでその直接審査には関わらないというような立場を明確にされていましたけれども、今回でも行くということはやはり何らかのこのご感想をお持ちになられるわけであって、そこで何らかおっしゃるということはそのまあ別に冒頭申し上げたように問題はないんでしょうけども、それやっぱり方針と一歩踏み出した形で変わるということではないんですか。いえ、何度申し上げておりますが、審査とは切り離して、参るということでございます。まあ、ちょっと必ずしも切り離せるかどうかというのは疑問ではあるんですけども、すみません、もう一点ちょっと別件で、高浜の、パブコメが来週締め切りですが、現状としての件数とか、その状況がお分かりになれば教えてください。はい、私今聞いておりますのは、まあ、1000件程度来ておるところというふうに聞いておりますが、仙台原発の時にもですね、最後の1週間ぐらいで、たくさん来たというふうに聞いておりますので、まあ、今まだ締め切りまでには時間がございますので、準備をなさっている方もいらっしゃるのではないかと思っております。もう一点それに関してですね、審査書案が審査書が確定した後の地元説明会についての打診等というのは福井県あるいはその他の自治体から来ているんでしょうか。いや今のところ聞いておりません。はい、ありがとうございました。はい、他にいらっしゃいますでしょうか。じゃあどうぞ。すみません、IWJ の三島と申します。東京電力のことと九州電力のことでちょっとお尋ねしたいんですけれども、昨年の12月31日付で東京電力が東京電力に飛散防止剤の異常な希釈をしたということで行政指導したということが朝日新聞で報道されているんですけれども、これは事実なんでしょうか。本件につきましては、その昨年の7月23日に開催いたしました特定原子力施設の、監視評価検討会において、東京電力から事象発生後は希釈濃度を100分の1から10分の1に高めるとともに飛散の頻度も増やしたという説明を受けております。それに対しまして参加メンバーより、これは過去の作業の時に飛散防止剤は作業前には撒いていたものの、もっときめ細やかな対策が必要ではなかったかとコメントをしたということが事実関係でございます。この報道で行政指導したと言われているのは、その昨年の25回の監視評価検討会で言われているという資料は私は知っていますけれども、その検討会で規制委員の方が指摘したことを指しているんでしょうかね。これを指しているのでは、まあ、これが事実としてあるものでございます。規制庁としてはその事実以上のことは何もなくて、報道のことはまあ先方のことということですね。はい、報道のことはまあと新聞社の方に聞かなきゃ。そうですね、分かりました。この件は分かりました。はい、もう一つ九州電力のことでちょっとお尋ねしたいんですけれども、まあ、仙台原発についてなんですけれども、桜島の噴火が最近ちょっと特に増えているということで、まあ、これなんか大きな噴火が起きるんじゃないかという懸念もありますし、そういうことをおっしゃっている火山学者の先生もいらっしゃいます。規制庁規制委員としてこれに対してまあなんかアクションを起こすというか対策をするというふうなことはないんでしょうか。すでに火山の影響につきましては設置変更許可の審査の中で、審査を十分にしておるという認識でございます。よろしいでしょうか。なんか火山、すみません、火山モニタリング検討会もなんか、まあ、
開催にずいぶん時間が、開催のサイクルが空いていると思うんですけれども、この桜島の件に関して特にモニタリングを早期に進めるというふうな指導なし申し入れとか、そういうことも何もせずにしないってことですか？検討会につきましては、個別の案件について扱うものではないというふうに承知をしております。また桜島噴火をして、あるいはそのことが心配をされておりますが、そうしたことについては十分その審査の中で考慮した上で審査をしたというふうに私どもとしては思っております。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、他にいらっしゃいますか？川田さん、どうぞ。朝日新聞の川田と申します。委員長の視察の件なんですけども、その今回島根が視察先になったその理由を教えていただけますか？先日は PWR の方を見させていただきました。それに加えてですね、今回 BWR で、そしてまた新型ノロであるというようなことも考慮してですね、視察先、あとは日程の調整ですね、日程的に、ちょうどあったところということで行くというものでございます。何度も、委員長ご自身も、言ってらっしゃいますように、いろんなサイトを自分の目で見てみたいというふうに言ってらっしゃる中で、日程の調整ができたものを、この国会が始まるまでに仙台と島根と PWR、BWR それぞれに見ておこうということになったものでございます。あとその取材案内いただいた中ですと、その島根3号機については記載あるんですけども、他はどういったところをご覧になるのか詳しく教えてください。取材先につきましては、すでにお知らせをしておる通りでございまして、その1日目につきましては規制事務所、先ほど申しましたようにメインの目的は規制事務所に行って規制事務所の職員と意見交換をするというのがメインでございまして、合わせてこの機会に3号機も見るということになっております。時間補足しましょうか。私もから多分当日終わった後に全体説明することだと思いますけれども、今予定しているのでは、その2日目の、午前中に、免震需要と、2号機のフィルター弁当の関係を視察し、で3号機は午後に見るというような感じの、大雑把な予定はしております。具体的にただ最終的にどういうふうな形で、固定を取るかは、その現場でのそのぶら下がりの前にご説明をしたいと思っております。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか？はい、それでは本日の会見これで終わりにしたいと思います。ご苦労様でした。